てっていうところではね。ちょっと真ん中に入りました。ウィーラーの打球、センター方向、伸びる、伸びて、どうだ、フェンスに当たりました。好調ウィーラー、東京ドームに帰ってきて第1打席、ツーベースヒットでチャンスを作ります。で、打てるボールだけ打っていくっていうスタイルなんでね、これも捉えていきました。ウィーラー今日2本目のヒット、そして1塁ベースを打って2塁へ向かいます。どうだ、ヘッドスライディング、そしてタッチはアウトだ。変化球センター方向、大島が追っていく、追っていく、追っていって入りました、ホームラン。ウィーラーのホームランが飛び出しました。谷本打たれた終盤、ラッキーセブン、7回の裏、ジャイアンツ1点差。ウィーラーは感情爆発、さあ終盤に1点差まで来ました。まずジャイアンツが先制する中で、ウィーラーは振り切った、打球は高く上がって、これも行くのか、行くのか、スタンドに届きました。これもホームラン、2者連続ホームラン。序盤でジャイアンツが主導権を握ろうという坂本、ウィーラー、好調ウィーラー、2者連続ホームラン。今日もこの2人でアーチを描きました。少し差し込まれた感じがありました。変化球でボール、ウィーラーの当たりはレフト下がって、どうだ、入った、入った、逆転のスリーランホームランになりました。警戒していたウィーラーに打たれた岸、一気にウィーラー逆転のスリーランホームラン。前変化球を捉えました。久しぶり、ランナースタート、打ち上げて、さあセンター追っていって、ウィーラーの当たりがスタンドに入る。ウィーラーもホームランで続きます。絶好調ゼラス・ウィーラー、今シーズン第8号のホームラン、さらに追加点を挙げます。この回ウィーラー帰ってジャイアンツ8点目、この回6点の猛攻、ビッグイニングを作っています。いや、今度はウィーラーにホームラン生まれました。ウィーラーの当たり、左中間へのあたり、さあどうだ、どうだ、入りました、ホームラン、今シーズンの第14号、ウィーラーに一発が出ました。ようやく1点を返しました、ジャイアンツ、ウィーラーのホームラン。うまく打ちましたね、今ね、今外のスライダーでしょうか。そうですね。午後2時のプレーボールで始まっている試合です。ドラゴンズの1番は大島、レフト方向、レフトが前に出てきてスライディングキャッチ、これはよく取りました、ウィーラー、ファインプレー、レフトへの飛球でしたが、いや、解説の河合さん、はい、今もう出だしからものすごいいいプレー出ましたね。いや、そうですね、ですからもう本当に自分がこの辺りはどうか、打球はウィーラー、最後はジャンプしながら、ナイスター、ここもうまく対応しましたね。この打球です、最後はこう、ね、はい、大事そうにこう右手も添えながらと。レマスカープ、どうだ、飛びついたウィーラー、どうだ、ファインプレー、ガッツポーズ。この回からファーストに回ったウィーラー、最高のプレーが出ました。割れんばかりの拍手。あたりレフトへ、さあどうだ、ウィーラーが追っていく、追っていく、フェンス、ここはウィーラーが掴みました。
ェンスの手前、ウィーラーがよく掴んで3アウトです。立ちはだかるはジャイアンツの守護神、背番号49番、この男チアゴ・ビエイラです。ゆっくりとゆっくりと9回の表のマウンドに上がります。このボールです。まあ、これだけのスピードがあって今のところはストライクからボールになる、最後は三振に打ち取りまして、ストレート、このまま行きますと山口、変化球、バットが回りました。2アウトになっています。角度を感じると思います。193センチのビエイラ、そしてこのスライダーが非常に良くなったんだと宮本コーチは話していました。166キロが出ましたビエイラ。変化球、見逃しの三振。最後は変化球です。速いボールで行きました。空振りの三振。162キロが最後に出ました。白い歯がこぼれる笑顔のビエイラ、そして坂本勇人キャプテンです。最後は変化球、空振り三振。外のボール、右方向、バックする、バックして松原、取りました。最後はジャンピングキャッチ。可能性がある、今日の試合、打ち上げて打ち取った当たりになりました。ビエイラ NPB 外国人投手記録、大記録となる31試合連続無失点。空振り三振、圧巻のピッチング。ビエイラ32試合連続無失点、白星に花を添えました。